ノルウェーやシャトルは、ノルウェーの格安航空会社。ボーイング737から800機内職有料、事前座席指定有料、受託手荷物有料、着陸直前に、機内清掃のためごみ収集をするなどサービスの徹底効率化を図る。格安航空会社の一つと位置づけられる。マイレージサービスとして、ノーイージェンリワードを運営しているが、 ノルウェーの最大手航空会社であるスカンジナビア航空同様、同国政府の命令により国内戦搭場に対するポイントの付与は実施していない。機体に北欧諸国の歴史上の著名人の肖像を描いているのが特徴。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。2020年11月18日、 アイルランドの裁判所において、破産保護を申請したことが分かり、事実上の経営破綻となった。2021年5月18日、ノルウェーやシャトルの再建計画で、ヨーロッパ各国を拠点に長距離路線を運行する、ボーイング787型機を全て退役させ、保有機材はボーイング737から800型機を中心に構成。 2021年は50機の計画であるが、2022年は需要が回復基調に入ると想定しており70機に増やす再建計画がアイルランドとオセロ裁判所で承認された。ボーイング 737MAX82019 年4月現在、ボーイング787から9グループ全体では165機を運行している様々な状況から運行が、 突然キャンセルされる状況が続いている。2016年6月には全体の約30%の便がキャンセルされた。2017年も状態的に発生しており、会社側はキャンセルの理由をボーイング 737MAX の納入延期とパイロットの補充が難しいためと説明している。ありがとうございます。